皆さんこんにちは、山口です。今日はね、9月の糖尿病の検査結果を皆さんにご報告したいと思います。で、いつもね家の中で喋っててもちょっと絵代わりがないので、今日はサイクリングの途中でいつもの手賀沼のサイクリングロードの脇でね、ちょっと休憩しながらこんな感じで撮影してます。はい。で、結果から報告いたしますと、9月17日ですね、金曜日の午前中に検査に行ってきたんですけど、なんと糖尿病の方ですね、寛解いたしました。はい。寛解っていう言葉ね、僕聞き慣れてなくて一体何のこっちゃと思ったんですけど、まあ、先生がね、説明してくれた感じのまんま言うと、完治とか治癒っていう感じではないんですけど、まあ、糖尿病はね治らない病気なので完治とは言えないけど、まあ病状は落ち着きましたっていう感じで、言っていただきました。で、僕血糖値とかね、あとインスリンとか、風が強い、自転車が倒れる、血糖値とかインスリンとかも2週間ぐらい打ってないんですよ。っていうのがアルコールのね消毒面がなくなっちゃって、で糖尿病院の先生に、まあ、あの道具がなくなったらそれで一旦やめるというか、打たないでそのまま過ごしてもらって大丈夫ですみたいな、もし何か異常があったりとかおかしいなと思ったら、まあ、病院に連絡してもらって、もし何もないようであればそのまま、まあ、インスリンも打たずに、まあ、血糖値も落ち着いてるから測らなくていいんで、まあ、そのまま継続して、で何もなければ検査の日に病院に来てくださいって言われてたんですけど、もう2週間ぐらい特に何もなくて、で血糖値も安定してたし、でインスリンも打たずに、過ごしてて、で病院行って、尿検査と血液検査してもらって、ヘモグロビン A1C ですね、まあ、こちらは家では計測できないんで毎回病院で測ってもらってたんですけど、ヘモグロビン A1C が通常健康な人 4.6 から 6.2 っていう値のところ、なんと 6.0 でした。はい、ありがとうございます。皆さんのおかげでね、ここまで健康なって言ったらちょっとまあ語弊があるかもしれないですけど、まあ健康な人と同じ数値まで下げることができましたということで、皆さんね応援していただいた方、心配のコメントをたくさんね送っていただいてありがとうございます。あとスーパーチャットとかね、ライブ配信でいただいたりとかして本当に皆さんに感謝しております。はい、というわけで、今日はねすっごい天気が良くて、見えるかな、こんな感じでものすごい天気いいでしょうね、すっごい気持ちいいです、自転車乗ってて。なんでまあまたねちょっとゆっくり自転車に乗って帰りたいなと思います。はい。で検査がね、まあ、落ち着いてるんで、今まで月1やったんですけど今回1ヶ月半に伸びたんですよ。で数値もね寛解したってことなんで、さらに期間が伸びて、次回は12月に検査に行くことになりました。12月10日ですね。なんでまた、その付近というか10日以降ですね、なるべく早めに動画撮って皆さんに経過報告の方できたらなと思っております。はい。なのでね、一旦もうこれで血糖値測るのも終わったし、インスリンを注射することもなくなりました。で飲み薬もなしですね。はい。まあ、最近ねちょっとゲームにハマってまして、原神っていうゲームなんですけど、原神っていうゲームにここ1ヶ月ハマってて、まあ、ハマりすぎてて全く動画も作ってなくて、で撮ってもないし編集してもないし、ずっとゲームばっかしてて、であまりに面白いからちょっとねライブ配信で今一から始めてるんですよ。でちょこちょこね、まあ、週に 1,2 回ぐらいのペースかな、のペースで、ライブ配信原神もこの YouTube チャンネルでやってますんで、もしねゲームに興味のある方とか、まあ、原神ってどんなゲームなんやろうと思う方がいたら、ぜひとも、僕の動画を見てみてください。はい。そんなわけで宣伝もきちんと挟みましたが、終わりたいと思います。さようなら。